愛知県内で2026年に開かれるアジア競技大会では、港区の名古屋競馬場の跡地に選手村を建設する予定が示されていました。関係者によりますと、大会の組織委員会が物価高の影響で費用が当初の試算より大幅に増えることなどから、選手村の建設を中止する方向で調整していることが分かりました。また、東京オリンピック・パラリンピックの談合事件の影響で、スポンサーからの協賛金の確保が難しくなっていることも要因とみられています。選手団の宿舎は名古屋市内のホテルなどを手配するということです。